昨日、磐田市の海岸で溺れていた子どもを助けようとしたブラジル人の男性が死亡する事故がありました昨日午後4時半過ぎ磐田市豊浜の海岸で溺れている人がいると警察に通報がありました溺れたのはブラジル国籍のカント・パウロ・タカシさん50歳で近くにいた人に救助されましたが運ばれた病院で死亡が確認されました 警察によりますと、カントさんは、海で溺れていた6歳と8歳の男の子を助けようと海に入り、溺れたということです。男の子2人は別の人に救助され、命に別状はありません。現場は福出漁港東側の海岸で、遊泳禁止となっている場所でした。昨日は下田市と河津町でも水難事故が3件あり、男性2人が重傷となりました。